ニューヨークシティトランジットオーソリティは NYC トランジットの通称で知られるアメリカ合衆国ニューヨーク州の独立公益会社ニューヨーク市の地下鉄とバスを運営している NYC トランジットオーソリティはニューヨーク市政府の部局や外局ではなく現在は同じく公共法人であるメトロポリタントランスポーテーションオーソリティの関連法人である ニューヨーク州公共法人法第5条第9項の定めに従い、またの会長と執行役員がないくたの会長と執行役員を兼務する。日本語では主にニューヨーク市都市交通局と訳される。地下鉄とローカルバスは1回2.75ドル。エクスプレスバスは1回6.5ドル。ただし、身長44インチ以下の子供3人までは、 大人と一緒の場合に限り半額。2歳以下の子供が同伴する大人の膝の上に座る場合は無料。またが発行するメトロカードで支払う。2003年5月までは専用のコイン、トークンでも支払い可能だったメトロカード。ありがとうございます。